それでは第149回天皇書春こちらの方の方予想を始めたいいと思います、えー、まず絆こちらの方も今年の凱旋門に向けて万全の状態で臨んでますしまあディ,ープインサディープインパクトサンクもよく走っていますので、まあ、こちらも問題ないというかまあ普通に走ったら勝っちゃうのかなと、まあ、思っちゃうぐらい強いですね。 えー、ゴールドシップ。まあ、こちらの決闘で同じパンダなんだと、えー、オルフェーブルが、まあ、沈んだっていうのもあるし、ゴールドシップも去年、大敗している、えー。まあ、スタミナ不足で伸びきれなかったみたいな形ですかね。ここですね。まあ、そこでん負けをしているっていうあたりで、今、今年になってどうかというとこなんですけど、まあ、前走、まあ、こちらですね。 まあ、南心大笑点の方は、まあ、気づけば、えー、タイム差は、コマ6秒。まあ、非常に、まあ、3場所以上離しているってあたりで、まあ、体調も万全できているなというのが、まあ、うかがえますね。こちらも、まあ、来る。まあ、そう言ってると、結局、本命サイド全部来るというような、まあ、万全の状態になってるので、まあ、馬券的には、そんなに面白くないレースかなというところですね。 まあここで私本命に押したいのはウインバリアションまあ結局去年のように気づけばで、あのー、レース展開は縦長の状態になって3コーナーからみんな仕掛けていく形でまあやはりロングスパートですねそういう風になった場合にはこういったもうバーンバリバリで走ってますのでこういう馬を狙っていきたいなと。 まあ、ハーツクライ、まあ、ご存知の通り、こちらの方、ハーツクライの母、父の方は、トニー・ビンの方の血入ってますので、非常にここも向くんじゃないのかなというところですね。まあ、前走も、えー、日経賞、コンマ3秒の差をつけての勝利というあたりで、まあ、こちらの方も完全に復活ののろし上げたというあたりで、まあ、同期に恵まれずに、なかなか G1 勝てなかったとこありますけれども、 ここで悲願の G1 勝利になるのではないかというふうに見てますね。まあ過去、天皇賞春勝ったもう去年がフェノーメノ、その前がビートブラック、えー、その前ヒルノダムール、ジャガーメイル、マイネルキッズと、まあ、結構悲願の G1 勝利になるパターンが多いですね。まあ残念ながらその後が、まあ燃え尽きる感じにはなりがちなんですけど、まあ、 悲願の勝利といえばやはりここはウィンバリアーションでいいんだのではないかという辺りで本命に押します。まあ他あと穴馬ですね。穴馬の方は本当に内枠の方がまあ京都の長距離といえばまあ他には菊箇所とかあるんですけどまあそういうところでももちろん内枠の先行馬こちらの方がですねまあ圧倒的に穴を開けるパターンになってますので今回も開幕2周目というとこありますので。 打クス先行でまあこういう風にトニー・ビンとかまあ欧州の決闘ですねスタミナがあってまあそのまま粘り込めるんじゃないのかまあバンでもいなくなったというあたりでまあ今回は里のノブレスこちらの方を押したいと思いますまあまあ決闘的にはもう先ほども申し上げた通りまあ問題は全然ないというあたりでまあ阪神大焦点の方も結構差はつけられてますけど まあその分、小ズの方も下がって狙い目になるのではないかなと。あと、阪神大翔天も走りすぎると疲れが残るのか。まあ、なかなか近年はここを勝って天皇賞もまた勝つというのはなかなか難しいところもありますので、ローテーション的にも走りすぎなかったというあたりでダメージ少なくこれているんじゃないのかなというふうに思いますね。えー、以上。 ご視聴ありがとうございました。